こんにちは、大輔です。本日はですね、センセーショナルなタイトルを付けさせていただきましたが、かつての海外旅行は二度と戻らないというね、なんとも恐ろしい可能性について語っていきたいと思います。はじめにお断りしておくんですけども、こちらね、今現時点、発表された最新の論文をご紹介するものでして、まあ、これ絶対に未来永劫そうだということは言い切れませんので、その点ご了承いただければと思います。本日の流れはこちらになります。丸1、人の免疫システムって何してるのという話ですね。丸2、新型コロナウイルスの抗体の持続性。丸3、かつての海外旅行が二度と戻らない理由というこちらの3つで参ります。本チャンネルでは世界各国への渡航緩和の最新状況をお届けして参ります。コロナ明けの海外行き待ち望んでいる方はチャンネル登録をお勧めさせていただきます。それでは、丸1のですね、人の免疫システムというのは何をしているのかに関して僕のね、理解を述べたいと思います。少しね、難しい話になるんですけども、この話を聞いた後に、僕らの体っていうのがとっても有能なんだなと、いうご感想ですね、持てていただければですね、まあ、ひとまずこの次の話題を知るための土台の理解をね、僕と一緒に持っていただけたんじゃないかなと思います。まず我々の周辺にはですね、様々な微生物がいるんですよね。細菌とかね、カビとかウイルスとかそういう類のものですよね。例を挙げるとインフルエンザウイルスとかね、アデノウイルスとかコロナウイルスとか、そういったものありますよね。で、これらのものが体内に取り込まれた時に、まあ、僕たちの体っていうのはね、やられてばかりではないわけなんですよね。すでに体に持っている白血球がウイルスとね、戦ってくれるというふうにされてるんですね。このことを免疫が起きるっていうふうにね、言うみたいなんですよね。で、この免疫の働きには大きくね、2つの種類があるっていうふうにされているようなんですよ。一つ目っていうのが自然免疫というものですね。これはそのタイプのウイルスに初めて感染した時に指し示す用語なんですけど、体にとってはね、この初めての敵が来たぞということで、倒すまでにね、時間がかかるわけなんですよね。恐る恐るの戦いになるわけなんですよ。発揮できる免疫パワーというのも初回なんでね、まあ微妙ということで、場合によっては重症化リスクもあるよと、そういう状況なんですね。で、この時に我々の体の反応としては、次回以降、同じタイプのウイルスが体に侵入しても大丈夫なように準備をしてくれるわけなんですよね。これが免疫のもう一つの姿である、獲得免疫とね、呼ばれるんですよね。すでに経験済みの戦になりますんでね、ウイルス撃退までの時間は早いですし、免疫パワーも強力ということなわけなんですね。こういうことですよ。未知のウイルスが僕の体の中に入ったとしましょう。もう苦しいっていうね、状況ですよね。その時に、柴犬ちゃんならぬ白血球はね、僕の体の中で目を覚ましまして、自然免疫として戦ってくれるわけなんですよね。この時ね、柴犬ちゃんどういう思いをするかっていうと、相当に大変なね、辛い思いをするわけなんですね。もうこんな思いはしたくない、ドラえもん助けて、はい、僕ドラえもんということで出てきたこいつが獲得免疫なんですよね。2回目以降の感染に関してはこのね、4次元ポケットからいろんな道具を出してくれて、僕がね、のび太くんになったとしてもウイルスを効果的に退治してくれるわけなんですよね、皆さん。ということで、初感染で働いてくれる自然免疫ですよね。もう一つは2回目以降、こちらで働いてくれる獲得免疫があるよということをね、ご理解いただけたんじゃないかと思います。学習してどんどん強くなる体を僕たちは、ね、生まれ持って、持っているという我々人間、まあ、すごいと思いませんでしょうかね。おそらく皆さんこう思われるんじゃないでしょうか。獲得免疫が万能なんであれば、それをつけるためにね、初感染をとっととしちゃえばいいじゃんというね、思う方もいると思うんですよ。で、論理的にはまあ、わからなくもないんですけども、初感染というのはまだ見ぬ敵との戦いになりますんでね、重症化リスクを有するというところが、まあ、恐ろしいところなわけなんですよね。だからよくね、最近ニュースで流れてるお見舞い金10万円の欲しさにね、コロナ感染しちゃいたいっていうのは、医療リスクの観点から言えばかなり間違った
考え方なんじゃないかなと思うわけなんですね。で、そこで登場するのが皆さん何だと思われますでしょうか。まあそうなんですよ。獲得免疫を意図的につける行為ということで、ワクチン接種なんですよね。というわけで、世界中のね、大学研究施設、医療メーカーのね、めちゃくちゃ頭のいい人たちがしのぎを削ってですよ、ワクチン研究、猛スピードで行っているのが今現在といったところなんですよね。ということで、この後の世界でですね、いくつかの有望ワクチン候補が出てきた時にね、懸念になりそうなお話っていうのをしてまいりましょう。それは、丸2番ですね。新型コロナウイルス抗体の持続性なんですよね。先ほど獲得免疫の話をさせてもらいましたけど、この時にね、ウイルスと戦ってくれる抗体、こちらがですよ、永久的に体にね、留まってくれるわけではないみたいなんですよね。皆さん、もう毎年インフルエンザワクチンって受けますよね。ウイルスが少しずつ、まあ、変異していくっていうのもありますので、まあ、それにね、対応するワクチンがまあ毎回変わっていくっていう話も聞いたことあるんじゃないでしょうか。それと同じくしてウイルスの種類であったりだとか個人差によってね、そのウイルスに対する抗体の持続性っていうのもバラバラなようなんですよね。なので世界の研究機関が血眼になって知りたがっているのが持続性が長くね、できればまあ1年程度持ってくれるような抗体、こちらを生み出すワクチンなんじゃないかと理解をさせてもらってます。で、もしそんなワクチンができれば季節性インフルエンザの予防接種とね、同じようなそんな要領でね、新型コロナ対策ってことができるようになっていくということなんですよね。しかしながらこの持続性に関してですね、確証を得ていくには時間がかかるわけなんですよ。実際にやってみないとわからないですからね。で、この持続性に関しての研究結果が最近ね、発表されておりましたので、皆さんに報告をさせていただきます。こちらは7月の11日に投稿されたばかりの、キングスカレッジロンドンの研究チームの論文なんですね。彼らの研究結果としては、新型コロナウイルスに対する抗体反応、発症から3週間でピークに達する可能性があるというふうにされてるんですよ。で、ここからがね、ちょっと怖いとこなんですけども、2ヶ月後にはその抗体の効力が低下し始めるという指摘になっているわけなんですね。で、この研究はウイルス陽性患者70名を今年のね、3月から6月の抗体観察した結果として発表されておりました。で、このことについては海外メディアだとかね、日本のマスコミも含めて様々なニュース媒体で報じられていたんですけども、僕の方でもね、直接彼らの論文データというのに目を通してみたんですよ。で、一応ね、この論文の位置づけとしてはまだプレプリントっていうね、ステータスなんですよ。まあ、すなわち査読不十分という形で公開されたものなので、まさに今現在ですね、新しい主張であったりだとか研究結果がね、出てきて塗り替えられる可能性もゼロではないという、そういうステータスなんじゃないかと理解をしています。で、このことに関しては WHO からもコメントが出ていましたね。論文が出た翌週の月曜日、 WHO の新興感染症部門長のマリア・バン・ケルコフさんですね、新型コロナの抗体ウイルスに対する免疫システムとして十分なものであるかどうか、こちらはね、まだデータが不十分であるということなんですね。あとは COVID-19 から復活した患者であったとしても再び新型コロナウイルス感染する可能性があるよと、すなわち再発リスクがゼロとは言えませんということをね、おっしゃられていましたね。まさにキングスカレッジロンドンの研究チームの論文を引用したかのようなコメントだったわけなんですよね。で、本チャンネルをね、見られている皆さんと、あと僕がね、心配することというのは、あともう一つありますよね。この丸三番ですよ。かつての海外旅行がね、二度と戻らないんじゃないかと、私が考える理由ということでね。この理由はもう単純で、すでに皆さんはもうご理解をね、この時点でされているかと思います。ここまでご紹介してきたことを踏まえると、抗体が長続きしないんじゃないかと、数ヶ月で消えてしまう、そのことがワクチン製造会社であったり医療関係者のね、心配事になっているんじゃないかと思うわけなんですよ。で、これはすなわち持続性のあるワクチンが開発されなかった時にね、国をまたいだ移動の姿がどうなるのか、
これをね、観光業のみならず、もうね、これ人の移動すべてに関わる最悪のシナリオの一つなわけなんですよね。世界の中はこれを生としてずっともう動き続けるということを受け入れていかねばならないという、そういうね、状況なんだと思います。私たちはですね、それに対してただ悲観的になるべきではないとも考えているんですよね。なぜかというと、人の移動のスキームっていうのはね、時代とともに進化をしているからなんですよ。人類というものはリスクがあれば、まあ、そのリスクを受け入れてレギュレーションを作ってね、社会に浸透させていく、まあ、ある意味変異能力があるわけですよね。今後できるね、PCR 検査センターなるものが一時的なものではなくて、未来永劫コロナのみではなく、未知のウイルスがね、生じた時にも、そちらに対応するね、ある意味のセキュリティゲートとして、社会にね、必要とされる可能性があるから、と考えるわけなんですね。例えば、皆さん空港のね、セキュリティゲートを想像してみてください。今はね、皆さん当たり前のように使っていますけど、その昔、まだ航空業界のね、創明期の頃っていうのは、手荷物を検査するっていう概念そのものがね、なかったんじゃないかと思いますよね、これは。で、空港のセキュリティの歴史っていうのは、ハイジャックが多く発生し始めた1960年代後半、日本においては1970年代から段階的に普及し始めたということなんですよね。9.11 のテロが起きた2001年、こちらをね、境にしてより強化されたのが、まあ、今の姿というわけなんですよね。もしかしたらそれとね、同じことなのかも知れませんよね。手荷物だけではなくて、体内にもね、危険因子がないってことをチェックすることは、今後長く続くね、航空業界にとっては、自然なことなのかもしれませんよね。このセキュリティチェックがね、始まってまだ50年しか経っていないですからね、こういった考え方を未来の人たちが当たり前のようにしていても、全く不思議ではないわけですよね。ということで、本日は少しセンセーショナルなね、ご報告になってしまいましたけども、ここまでね、話をしてきて、あれなんですけど、この動画をね、もう作ってる矢先にも、次々とニュースが飛び込んでくるわけなんですよ。イギリス大手のアストロゼネガとオックスフォード大学がですね、臨床試験中のワクチン、こちらがね、強力な免疫効果が確認できたというニュースがね、流れてますよね、皆さん。あとは、製薬大手のファイザーとね、ドイツの製薬ベンチャーが手を組んでワクチン開発を進めていて、こちらなんとキラー T 細胞っていうね、抗体が体内から消えた後であってもウイルスへの防御策、防御機能を持ち続けるような期待がね、なされているようなものも開発されてきておりますので、こちらのね、動向についても引き続きウォッチをしていきたいわけなんですよね。そしてコロナワクチンのね、健康被害がもし出てしまった場合ですよ、このワクチン広がった時にね、この時に国が賠償を肩代わりするような法案の整備、こちらの検討がね、日本政府の方で開始されましたよね。いやー、もうね、世界の流れが早すぎてついていくのが精一杯ということなんですが、頑張って参りましょう。今日もね、最後までご覧いただきましてありがとうございました。それでは、さよなら。